どうしたの？だから二股したい。は？何？二股？実はさっきこの水瀬さんに告白されて、知れば知るほど魅力的な子で、正直惹かれてしまって、これはもう、これはもう二股するしかないと。二股するしかないと。二股するしかないと。は？よくわからないんだけど。だからこっそり二股とかは人としてできないから、もし咲ちゃんが認めてくれるなら、正々堂々二股したいと。いいわけないでしょ。話し合ってほしい。いやよ。咲ちゃんには本当に申し訳ないと思っている。ならするな。私がいればそれでいいでしょ。昨日まではそうだった。殺そう。あの暴力はやめませんか？二股はいいんかい。てかそうよ、その前にあなた二股なんて認めちゃっていいの？それは直也くんが咲さんと別れるとは思えないですし、私は二股してもらえないと振られるだけなので。OK です。うっそー、本気？てかどこがそんなにいいの？直也くんは今の私の全てなんです。そこまで？咲さん